シラパコ音大学はタイにある国立大学の一つ。美術及び考古学分野ではタイの国内で最高峰の大学である。1943年10月12日にイタリア生まれの美術教授神秘らしいなどによって創設された。現在では多くの学部を持ち7000人の学生に教育を行っている。 シラパコーン大学の前身はもともと芸術局の管理下にあったプラーニート美術学校にある。1933年ラーマ6世一世時に太陽国の親とい外国人として招聘された神秘らしい教授とサーローとラトミンマーン像がプラボーロマラーチャ王宮副王宮の中央宮殿東宮殿に学校を設立し当時の公務員と学生を対象に学費を取らずに 講義が行われた。1934年、副王宮にあった舞踊音楽学校と合併して、白パコ音楽校となる。1942年、国民意識形成のために、美術の重要性を認識するプレイク、ピブンソンクラーム首相は、芸術局を教育省から格上げし、首相府に直属するように組織改編を行った。プライア・アルマン・ラーチャトンを、 芸術局局長に任じ、教育課程の改良、大学気象の制作、法制の整備を行わせた。1943年10月12日に、プライアー・アヌマーン・ラーチャトンと、シンピーラシー教授によって、シラパコーン校は格上げされ、シラパコーン大学として開学した。大学では、当初、絵画、彫刻学部の一学部、絵画学科、彫刻学科の二学科しかなかった。 1955年には、新ピーラシー教授が学部を分割し、産学部を新設した。プラプロムピチット教授を設立メンバーとして、体験築学部、ルワン・ボーリバーン・ブリーパン教授が基礎を固めた、考古学部、そしてデコラティブアート学部が新設された。大学はさらに敷地を拡張し、ナリス・サラアヌ・バッティオン・ンノウの勧めにより、親王が継承していた。 タープラ宮殿の敷地を購入した。新能がユネスコの代表になると、大国内の大学研究機関設立の進言がなされ、多くの賛同が得られた。それを受け、首相府はシラパコーン大学改善整備計画を策定した。計画内容は、美術、考古学に関わらず、他分野の学部の新設拡張を行うというものであった。 当時学長に就任していたモームルワンピン・マーラー軍教授はこの政府の計画を実行し、5つ目の学部である文学部を新キャンパスとなったナコーオンパトム県サナームチャン宮殿キャンパスに設置し、1968年6月20日に授業を開始した。シラパコーン大学国際カレッジは、シラパコーン大学の付属カレッジであり、学士家庭にコース。 収支家庭にコースのプログラムを提供している。絵画、彫刻、版画学部アートギャラリータープラ宮殿、キャンパス。ありがとうございます。